第11章、殺しも盗みも源七。源七は死骸を早桶から出すと、早桶の上にあった魔除けの脇差しを抜いて、お前の寝ている後ろから切りつけた。首筋や肩や頭にだけ後ろ傷のあるのはそのためだ。池田大輔はその場に居合わせたようにこまごまと語り続けます。宗吉と黒川の十次郎はただあっけに取られて聞き入るばかり。お前は飛び起きると深出ながら用意の合口を抜いて、ひとつきに源七を突き殺し、あんな余って聞け。お前は源七の死んだのを見定めると、源七の手から脇差しを取ってめちゃめちゃに切りつけた上、その脇差しを仏の加藤寺の手に持たせ、自分の持っていた合口を源七の手に持たせた。旦那、それは。いや、違わない。その証拠もうんとある。お前の傷は大生枕で後ろから切ったから思ったより浅い。源七の傷は脇差しのは死んでからつけたのだ。ろくに血が出ていない。それから源七の死んだのは合口で胸を刺された傷のせいだ。まだ証拠がある。仏の加藤寺に持たせた脇差しは握りもどうもしていない。触ればポロリと落ちるが、源七の合口は死んですぐ握らせたのだからしっかり掴んでいる。旦那。宗吉はいつの間にやら床の上へ座っておりました。まだある。合口の絵には恐れ入りました。旦那様、みんな申し上げます。お慈悲を願います。宗吉は床の上から転げ出すように畳の上へ両手をつきました。それでいい。早くその気になればお前の命は助かるかもしれぬ。お慈悲を、池田様。宗吉はすっかり打ちひしがれて、物々しい包帯のまま池田大輔の足元にひれ伏すのです。お前は大した悪人というほどの人間ではないかもしれぬ。三千両に心惹かれて道を踏み違えたのだ。そればかりじゃございません。近頃この家へ入り込んできた源七が何もかも我が物顔に振る舞い、私を雇い人扱いするのが我慢がなりませんでした。源七さえ現れなければ宗吉はこの家の養子になったかもしれないのです。昨夜のことはそれで分かったとして、一昨日の晩のことはどうだ。池田大輔は膝を進めました。何にも存じません、池田様。何？宗吉の答えは予想外でした。私は源七が三千両を格下に相違ないということを知っていただけで。それはどういうわけだ。主人が死んだ明くる日の朝、仏が千之助さんを殺したと大騒動をしている真っ最中に、慌てて飛び起きて帯を締め直した源七の懐から小判が三枚転がり落ちました。近頃は掛け事ですって百も持っていないことはよく知っております。それからまだうち中が大騒ぎをしているとき、源七は井戸端で寝巻きの裾を洗っておりました。千之助さんを殺したのも三千両を隠したのも源七に違いありません。それを種に夕べゆすったんだろう。宗吉は深々とうなだれました。第十二章、三千両はいずこ。池田さん、困りましたね。千之助も源七も死んでしまっちゃう。黒川の十次郎もさすがに手のつけようがありません。殺した者も殺された者も三千両を隠した者もみんな死んでしまった。だがな十次郎、俺には大方あの晩の様子がわかるような気がするが。へえ、天眼通みたいですね。冷やかしちゃいけない。順序を立てて考えると証拠がみんな揃っているんだから間違いようはない。ちょうどしおりを残していった道を拾っていくようなものだ。どんなしおりで、旦那。見込み捜査を何よりの手段にしている十次郎には大輔の言葉はわからないだらけです。こう来るがいい。ちょっと実地を見せて種明かしをしてやるから。え。黒川の十次郎、のこのこついていくより他に仕方がありません。
主人の加藤氏は昼のうちに死んだ。それがわかると弟分の千之助は小田原城の南蛮屋へ回ってオランダ法の眠り薬を買ってきたんだよ。眠り薬を多分お茶か酒の中へ入れたろう。五両もあるから家内中の人間をオットセイのように眠らせたはずだ。まあその眠り薬を飲まないのが二人いた。一人は本人の千之助で、後の一人は千之助の様子を変と見た源七だ。千之助はかねて用意した桑を取り出し、納屋の床板を剥いで三つの亀を取り出し、中の小判を風呂敷か着物に包んだことだろう。力の強い男なら三千両の小判を持てないことはない。それを引っかついで隠し場所を探していると、後ろから忍び寄ったのは源七だ。さっき千之助が小判を掘り出すのに使った桑を持ってきて、千之助の背後から力任せに脳天を砕いた。千之助は声も立てずに死んだことだろう。源七は小判の包みをさらって持ち出そうとすると、この時十次郎もごくりと固唾を飲みます。昼のうちに卒中で死んだ主人の加藤氏が早桶の中で息吹き返した。多分夢中だったろうが、軽くつけておいた蓋を跳ねのけてのこのこ死に装束のまま歩き出したに違いない。源七も一度はぎょっとしたが、着物座った男だから今頃主人に生き返られては大変と、ものを考える隙もなく飛びかかって千之助に食らわせた桑で生き返ったばかりの加藤氏の頭を食らわせた。証拠はみんな揃っている。千之助と加藤氏の傷を見ればわかる。雄次郎はうなりました。池田大輔の推理は真昼の山道に大きなしおりを目当てにたどるほど的確です。死骸は生き返って人を殺すことがあるかもしれないが、自分で自分の頭を桑で殴るわけにはいかない。生き返った主人の加藤氏と弟の千之助のほかにそこにもう一人いたはずだ。その人間が三千両の小判を隠したことは間違いのないことだと思うが、どうだ十次郎。大輔は語り終わって四方を見回します。恐れ入りました、池田の旦那。あっしはもう十手取り縄を預かるのが決まりが悪くなりましたよ。素人のまぐれあたりだ。心配するな。大輔は笑います。ところでそれほど分かっているなら、もう一つ三千両をどこへ隠したか教えてください池田さん。と十次郎。それが分からぬ。もう二日もこの家を探しているが、たった32両出たっきり、小判の影も刺さない。たったこれだけの家ですもの、打ち壊しても分かりそうなものじゃありませんか。壊し屋に頼む分には世話はないが、小判三千両は他に埋めるか持ち出すかして、この家になかった時物笑いだ。なるほどね。たった半時か小半時の間に源七は一体どこへ小判を隠したでしょう。娘のお春を二日越し脅かしている人間がある。誰かわからないが、どうかしたら源七がお春に口を滑らしたかもしれんな。そいつは見当違いだよ大将。お嬢さんは何にも知らねえ。お、仙太郎ではないか。何だってそんなところにいるんだ。見ると飴屋の仙ちゃんは飴箱を後ろに回したまま、野良猫のように屋根の上を這い回っているのでした。屋根の上だって隠し場所はあるよ大将。それで見つかったのか。見つかるもんか。小判の代わりに鳥の糞だろけだ。威張ってはいけない。降りてこい。言われなくったって降りるよ。雨が降ってきたから、うっかりすると商売物の雨が台無しだ。ぽつりぽつりと大粒の雨が降り始めた中を、仙太郎は器用に大屋根から物干しに移り、スルスルと大地へ降り立ちます。第13章大夕立の手柄。悪者の完治は人間離れがしておりました。池田大輔ほどの者が
丸二日考えてわからぬところへ三千両の小判を隠してしまったのです。三千両というと小判の重さだけでも45キログラム、12貫はあります。華奢な源七がほんの四半時ぐらいの間にどこへそれを隠したでしょう。畳も上げ、床板も剥がし、火鉢の灰までいちいち開けましたが、どこにもありません。米びつの中も、水がめの底も、井戸の中まで見ましたが、それも無駄な骨折りでした。帰ろうか、仙太郎。池田大輔はとうとう投げ出しました。悔しいな、大将。あとは十次郎に頼んで引き上げるとしよう。大輔はもう諦めきっております。死骸の殺人騒ぎが分かりさえすれば、三千両の小判などはさして大輔の興味を引かなかったでしょう。大変に雨が降り出しましたぜ、池田さん。黒川の十次郎は車軸を乱すような雨足を縁側から眺めております。初夕立ちだ。後がせいせいしていいよ。大輔も仙太郎も縁側に押し並びます。暮れかけた空が墨を流したようになって、一打ち、二打ち、はためく稲妻、遠雷が重い音を引きずって海の方へ消えてゆきます。およ？池田大輔は庭を見ておりましたが、何を思いついたか急に、左右へ上へと目を移します。なんだい大将と。仙ちゃん、田島屋の主人は町人ながら骨董好きで茶人だったというな。厄介な道楽がありましたよ。青きな子かなんかをガボガボやって、第一道具や不審の懲りようというものはありません。黒川の十次郎はのどかな調子です。それほどの茶人で不審に凝った主人なら、庭や家の手入れも行き届くだろう。そりゃもう、あの赤の雨どいが2本とも詰まって上から滝のように雨水が溢れ落ちているのは不思議じゃないか。仙太郎、あの樋の下から手を入れてみるがいい。何が詰まっているか。雨屋の仙太郎は黙って飛び出すと、戸袋の角に下がった贅沢な赤の雨どい、四角に張って美しく色のついた樋の下から小さい手をぬっと差し込みましたが、その手を引く前に、そんなことをしちゃならねえ、雨どいが痛むじゃねえか。飛び出してきて仙ちゃんの肩を押さえたのは、重傷で寝ていたはずの宗吉です。仙太郎、構わず中のものを出せと池田大輔。いや、そんな乱暴はさせねえ。肩から首へ頭へと大げさな晒し木綿を巻いた宗吉は、降り注ぐ雨に叩かれながら必死と仙太郎の肩を引きます。お引かれるままにずるずると仙太郎の手に従って抜けたのは、一塊の石とボロ切れ、その後からぞろぞろと大雨の中へ流れ出したのは、三千たる山吹色の小判、幾千枚とも知れぬ数ではありませんか。もう一つあるぞ仙太郎。おう。雨屋の仙ちゃんはもう一本の雨どいに飛びつき、宗吉との争いを続けながら、持ち前の敏捷さを極度に働かせて爪の石とボロを抜きました。ここから流れ出るのは小判の大洪水。驚く十次郎や家人に構わず、宗吉、お縄を頂戴せい。千之助と源七を殺した下手人はその方に決まったぞ。大輔は叱咤します。お初めて自分の軽率さに気のついた宗吉、身を翻して逃げ出そうとするのへ、仙太郎を必死と絡みつきました。小僧、話すな、今言ってやるぞ。飛び出した十次郎、仙ちゃんを泥の上へ引きずって逃げようとする宗吉の肩をはっしと打ちました。かようだ。宗吉は思いのほかの剛力でした。仙ちゃんと十次郎はあんころ餅のようになって縛り上げ、靴脱ぎの上へ引き据えるのにどんなに骨を折ったことでしょう。宗吉、俺を騙したと思ったか。バカなやつだ。源七は華奢で臆病だ。
死骸を踊らせたり、三千両の小判を二階へ持ち運んで、屋根を渡って浜戸へ落とし込むような芸当ができるものか。宗吉は悔しそうに唇を噛んで、大助を睨み上げます。千之助を殺したのも、生き返った主人を殴り殺したのも、三千両を隠したのもみんなその方だ。明くる朝小判を落としたのも、絵巻の裾を洗ったのも、源七でなくてその方だ。証人には下女とお春がいるぞ。ゆうべゆすりがましいことを言ったのは源七だろう。お前を魔除けの脇差しで切ったのは源七かもしれない。源七はお前が怖かったんだろう。どうかしたらお前が安全料を独り占めしたので腹を立てたのだろう。池田大助の論告は水も漏らしません。宗吉は黙ってうなだれるばかり。この上小判の隠し場所がわからないふりをして思わせぶりに筆跡まで変えてお春を脅かしたのもお前だ。大恩ある主人加藤寺、早桶の中から生き返ったほどの運の良い人をぶち殺して済むと思うか。恐れ入りました。宗吉は初めてがくりと首を下げました。しくしくと泣きじゃくる声。振り返ると後ろにはお春がくずぼれてみんな聞いていたのです。夕立ちは上がって、見事な夕映えが赤々とこの一座を照らしました。野村古道を作、池田大助光明帳より、死骸の殺人、書室昭和16年1941年、池田大助光明帳より。全文読み切り。